失礼します。あらあら、まあ誰かと思えば支援課の坊やたちじゃない。いらっしゃい、ようこそブレイスターギルドへ。こんにちは、ミシェルさん。その突然訪問してすみません。あなたたちが訪ねてくるなんて珍しいこともあるものね。でもいいの？何でもルバーチェとトラブルを起こしたんですって。やっぱりそちらにも伝わっていましたか。一応それに関してはケリがついたんですけど。ねえロイド、どうしてこのおじさん女の人みたいな喋り方なの？キーヤちゃん、すみません、まだ子供なもので。いいことを子猫ちゃん、人には人それぞれのスタイルというものがあるの。私にとってこの喋り方が一番合っているスタイルなわけ。あなたが着ているその服があなたに似合ってるみたいにね。おお、なるほど。キーヤもおじさんの喋り方可愛くていいと思うよ。あら、見どころあるじゃない。それはともかく、おじさんはやめてくれない？ミシェルって呼んでちょうだい。うん、ミシェル。いいわね、この子。あなたたちの知り合いかしら？はい、実はこの子について遊撃士協会に相談したいことがあるんです。え？やあ、エステル、ヨシア。この間はどうも。珍しいね、ギルドに来てくれるなんて。ひょっとして、私たちに会いに来てくれたの？あれ、その子は…わあ、すっごく可愛い子ね。どうしたの？ロイド君たちの知り合い？ああ、キーヤって言うんだけど。お姉ちゃん、髪がぴょんぴょんしてるね。もしかして遊撃士の人？うん、私はエステル、こっちのお兄さんはヨシア。そっか、キーヤちゃんって言うんだ。よろしくね。うん、速攻で馴染んだな。エステルは子供に懐かれやすいタイプだけど、それにしても人懐っこい子みたいだね。それは折り紙付きですね。それでその子について何か相談があるそうだけど、どうする？2階で聞かせてもらおうかしら。あ、はい、差し支えなければ。あれ、そういう話なの？何か事情があるみたいだね。この1週間、裏通りの空気が少し緊張した感じだったけど。やれやれ、そんな顛末になってたとはね。警察としてはルバーチェ側の言い分を一応認める方針になりました。できればギルドの方にもそれを踏まえていただけるとありがたいんですが。ま、仕方ないわね。こちらは部外者だったわけだし。それにしてもシュバルツオークションに潜入捜査を敢行するなんて、やるじゃない、見直したわよ。そうですか。私たちだって何とか調べようとしてたのに。しかも招待カードを渡したのがレンだったなんて。まったく、あの子ったら私たちにくれればいいのに。まあそれは仕方ないよ。僕たちにはまだ会えない事情があるわけだし。それはそうだけど、結果的に
君たちから聞いた話を横取りした形になっちゃったな。ごめん、連絡くらいすればよかった。あ、うん、そっちの方は気にしてないわ。ロイド君たちも頑張ったみたいだし、あの子のことが気になるだけだから。でも確かに問題はキーヤちゃんか。察するに、その子の素性を当たってみてほしいわけね。遊撃士協会の情報網を使って。はい、まさにそれをお願いに来ました。その依頼料もなんとか用意できると思います。ああ、必要ないわ。こういった案件についてはうちはタダでやらせてもらってるの。早速各地の支部に問い合わせてそれっぽい情報を当たってみるわね。ありがとうございます。なんだか随分とあっさり引き受けてくださるんですね。まあこの手の話についてはうちは即断即決がモットーだから。ちなみにこういう案件の費用は各種の基金や寄付が充てられるんだ。だから遠慮することはないよ。なるほど。まさに民間人を助けるための制度があるわけですね。結果が出るまでちょっと時間はかかるけど、まあ1週間くらいでそちらに連絡できると思うわ。十分です。どうかよろしくお願いします。そうだ、なんだったらうちでキーヤちゃんを預かる。一応基金から保護対象者の生活費なんかも出るんだけど。え、そうだね、安全のことを考えるならそれもありかもしれないよ。いざとなればクロスベル以外の安全な避難先も手配できるし。でもそれは。どうしたのロイド、お腹痛くなっちゃった？いや、そうだな、この子がクロスベル以外の出身である可能性は高そうだし、何よりも安全のことを考えたら。ロイド。ね、キーヤちゃん、しばらく私たちと一緒に暮らさないかって話なんだけど。エステルたちと？それじゃあエステルたちもあのビルに引っ越してくるの？キーヤちゃんがこっちに引っ越してくる感じかな。ロイドたちも一緒に？それはちょっと無理かな。でもそんなには離れてないし、会おうと思えばすぐに会えるわよ。絶対にやだ。ゴーン。キーヤ。だってロイドたちと離れるなんてやだもん。エリーだってティオだってランディだってサイトだって課長だっているし、キーヤ絶対に行かない。キーヤちゃん、そっか振られちゃったね。あらら、エステルちゃんが子供に振られるなんてすっごく珍しいわね。何気にショック受けちゃってる？受けてないってば。でもちょっとショックかも。別にエステルのことは嫌いじゃないけど、でも嫌なもんは嫌なんだもん。ごめんごめん、私が無神経だったわ。ロイド君たちいいな、こんなに好かれちゃってて。なんでかわからないんだけどね、この子の知り合いに似ている可能性はありそうなんだけど、その割には何も思い出せないみたいなんだよな。それなんだけど、身元の確認についてはミシェルさんに頼むとして、記憶喪失の方は専門家に相談しなくてもいいのかい？専門家というと？キーヤちゃんの記憶喪失が心や精神の問題と仮定するなら、この場合専門家といったら
七王教会の人たちだと思うけど。な、確かに七王教会？そうね、クロスベルでは近代医療が発達してるけど、心の分野に関してはまだまだ教会の専門家の方が詳しいかもしれないわね。うんうん、確かに私たちもいろいろと助けてもらったくらいだし。へえ、そうなのか。うん、主に僕の方がいろいろと助けてもらったんだ。その人ほどの使い手がクロスベル大聖堂にいるかはちょっとわからないけど、一度相談してみたらどうだい？わかった。貴重なアドバイスありがとう。ナーキーや、この後町外れにある教会に行きたいんだけど、いいかな？いいよ。教会って女神様にお祈りするところだよね。それじゃあレッツゴー。ほんと元気な子ね。ここが教会なの？ああ、クロスベル大聖堂だよ。当然キーヤもどこかの教会に礼拝には行ってるはずだけど。ん？普通の町にある礼拝堂はここまで大きくないと思うし、キーヤちゃんの記憶を取り戻すきっかけにはならなさそうね。みたいだな。まあいいや、まずはマーブル先生に相談してみよう。教会にいる専門家を紹介してくれるかもしれない。そうね、マーブル先生なら間違いはないでしょうし。それじゃあ日曜学校の教室に行ってみましょう。Thank you.
あら、ロイド。それにエリー。こんにちは、マーブル先生。お忙しいところをすみません。ふふ、いいのですよ。ちょうど休み時間でしたし。あなた方は礼拝に？それともお墓参りですか？いえ、それが。ねえねえ、ロイド。この人がシスターさん？あら？その子は？その、実は、この子に関することで、相談したいことがありまして。そうですか。そんなことが。おう、エイドスよ。迷える子羊に光と幸いあれ。そしてこの者たちを出会わせた導きに感謝いたします。マーブル先生。確かに、出会えたのは、エイドスの導きかもしれません。ほえ。とりあえず、この子の記憶喪失についての相談をしに来たのですね。何でも、名前以外のことは全く覚えていないとか。ええ、そうなんです。頑張って思い出そうとしてるんだけど、全然ダメみたい。そう、いい子ですね。確かに教会には心と精神の領域に関する知識と技術が伝わっています。そして記憶喪失に関する対症療法も。それじゃあこの子の記憶を取り戻せるんですか？確実ではありませんが、試してみる価値はあるでしょう。時間もないことですし、すぐに試してしまいましょうか。もしかして先生がやってくれるんですか？ええ、私も一応いくつかの技を収めています。心と精神に関する教会に伝わる法術を。法術？教会の聖職者に伝わっている祈りと秘跡に関する技ですね。ええ、本来ならばそれに特化した専門組織があるのですが、あいにくクロスベルにはその専門家が来ることが少ないのです。専門家ですか？大きな声では言えませんが、教会の中にもいろいろとあるのです。その組織は風聖省と呼ばれる機関に所属しているのですが、この大聖堂を任されているエラルダ大司教は、その組織の活動を快く思っておられないようなのです。そのため、そうした専門家がクロスベルに来る機会が少なくて。なんだかいろいろと難しい事情があるんですね。風聖省に所属する組織、つまり、聖杯騎士団ですね。エラルダ大司教が天霊省寄りの有力者であることは聞いていましたが、そんな事情があったなんて。ふふ、さすがエリーはそのあたりにも詳しいですね。ただ私が使える法術も彼らの使うものと変わりはありません。試してみる価値はあると思います。わかりました、よろしくお願いします。どこかに移動した方がいいんでしょうか？いえ、この場で問題ありません。キーヤさんと言いましたね。こちらに来ていただけますか？はーい。目を閉じて、ゆっくりと深呼吸をしてみてください。うん。いいですよ。それでは、エイドスの名において性別されし必要ここにあり。これが法術。空の金曜、色の銀曜、その融合をもって失われし欠片のありかをかの者に指し示したまえ。キア、大丈夫、心配いりません。どうですかキーヤさん、何か思い出してきませんか？
ね。暗くてでっかい場所が頭の中に浮かんできた。上の方がぼんやり光ってて綺麗だけど、ちょっと怖い感じ。暗くてでっかい場所？どこのことかしら？その光景以外に思い出したことは？ご家族のこととか、住んでいた家のこととか。そっちは全然。そうですか。マーブル先生、どうやら法術ではここまでが限界のようです。心理的なアプローチから引き出せる記憶はここまで。ひょっとしたら何か神経系に関する問題があるのかもしれません。神経系の問題？どういうことですか？端的に言うと脳の神経に関する問題です。何らかの原因で記憶に関する神経の伝達が阻害されてしまっている。その可能性がありますね。そんな、それって、なんとかならないんですか？そうですね。教会に伝わっている法術は、心と精神に関する領域。ひょっとしたらこの問題は、近代医療の方が向いているのかもしれません。え？近代医療ということは？ええ。聖ウルスラ医科大学です。これまで近代医療では、心と精神に関する分野の研究は不十分とされていましたが、数年前、あそこでは神経科という部門が立ち上げられ、優秀な研究者もいると聞いています。そちらに相談したら、教会とは違ったアプローチが期待できるかもしれません。神経科ですか？あれ？どこかで聞いたような。ねえ、ロイド。相談に行ってみた方がいいんじゃないかしら。ああ、そうだな。先生、ありがとうございます。早速、ウルスラ病院に行ってみようかと思います。ええ、それがいいでしょう。すみません。あまり力になれませんでしたね。そんなことないですよ。神経科の話も教えてもらったし。それに、キーヤが思い出した光景も何か手がかりになると思います。暗くてでっかい場所ね。なんか上の方がぼんやり光ってたかな。おーんって音がして、綺麗だけどちょっと怖かった。確かに、普通の場所ではなさそうですね。あなた方に、エイドスの祝福を。キーヤさんに良き導きがあることを、私も祈っております。さてと、次はウルスラ病院か。かなりの寄り道になるけど。なあ、キーヤ、疲れてないか？全然平気。散歩って楽しいね。キーヤ、歩くの大好き。元気だな。それじゃあ、南口に行きましょうか。バスに乗れば、それほど時間は取られないでしょうし。Let's go!